はい、皆さんこんばんは、キースです。では、いろはにほへと、続きからやっていきます。よろしくお願いします。数日後。ということで、中原さんと倉田さんの屋敷に行ってから数日後かな、行きましょう。朝出勤したら店長が青い顔をして飛んできた。どうした店長、何かあった？倉田さんが逮捕された。え？倉田何やったんだお前。倉田さんは違法な密輸入の罪で逮捕されたらしい。マジか。悪人だったんだね。まあ、ちょっと悪人っぽかったもんな、あった時ね。うん。最近羽振りが良かったのもこのせいだったようで、当然大会は中止、マジか。美男子大会中止、めっちゃ頑張ったのに。出資の話は消えてしまった。中原さん、無事かな？大丈夫か？はぁ、あ。いやぁ、泉ちゃんね、せっかく頑張ったのにね。あんなに頑張ったのに、結局すべてなかったことになってしまった。くらった。あれ以来、中原さんもお店に来ないし、連絡がつかない。マジか。ちょっと心配だね。きっと、新聞で倉田さんが捕まったことを知って、大会の中止についてもう分かっているだろうけれど。それよりも、中原さんは倉田さんの元に行く約束をしていた。うん。もしかして今回の逮捕に巻き込まれたのでは。え？マジか？大丈夫か？まあ、でもなんか、強そうだったもんな。大丈夫じゃねえか？もしかして今回の逮捕に巻き込まれたのでは。なんて不安がよぎる。心配してんのね。どうしよう。ああ、私のせいみたいな感じか。もしそうだとしたら、やっぱり私が中原さんを巻き込んだことになる。中原さんを利用したと言っていたけれど、私のせいでもある。気づけば同じことをぐるぐると頭の中で考え続けていた。まあ、ちょっと中原さんのことで頭がいっぱいになってる。中原さんに会って話をしたい。おっと、これは恋では？扉の開く音にハッとなる。起きた？もしかして。中原さん？あ、お客さん。仕事中ということを忘れてぼーっとしてしまっていた。中原さんだろ？いらっしゃいませ。中原さん？あ、違う。こんにちは。尾崎さんだ。え、でも中原さんの知り合いだよね。わかるんじゃない？居場所。聞いてみようか。尾崎さん？いないのかな？一緒に来た？何ですか？その幽霊でも見たような顔は。あ、あの、中原さんは？思わず中原さんの名前を出してしまう。中原くん？今日は僕一人ですけど、ダメでしたか？あ、今日一人か。え、どこ行ったの中原さん。あ、いえ。いつものコーヒーお願いしますね。ちょっと聞きたいね。中原さん、どうなったか。かしこまりました。いけない。今は仕事中だ。集中しないと。頑張れ私。お待たせいたしました。ありがとうございます。なんだか暗いですが、何かありました？いや、ちょっと中原さんのことが気になって。いえ。嘘はダメですよ。すぐわかります。お、鋭いね。すみません。お客さんにそんな風に言われてしまうなんて、店員失格だ。いいですよ。中原くんのこと聞きたいんでしょ？お、わかってんじゃん。全部わかってんのかな？事情、いろいろ。いけないとは分かっていても、思わずその名前に飛びついてしまう。あの、中原さんの居場所ってご存知ないですか？ いえ、僕は仕事仲間というだけなので、詳しいことは。マジか。マジなの？そうなんですね。いや、本当は知ってんじゃないの？尾崎さんが分からないとなると、もう他に当てはない。なんてね。おっと。え？実はあなたに、中原くんから伝言と頼まれ物を預かってるんです。もうちょっと尾崎さん、ちょっと意地悪しないで。え？まあ、中原くんは無事ですから安心してください。ああ、よかったね。とりあえず無事だってことは分かったわ。ありがとう。よかった。はあ、と息を吐いて胸をなで下ろす。そういえば、この間はいろいろと楽しい時間を過ごしたそうじゃないですか。あら、知ってんの？一緒に。倉田さんの屋敷行ったの、中原さんと。
マジか。あ、いや、それは。おかげで倉田が逮捕できたようですよ。ん？どういうこと？え？なになに？やっぱり何の仕事なんだ？スパイなのか？何なんだ？あの時のことと倉田さんの逮捕が関係している？ああ、そうか。そう、確かにね。倉田さんの屋敷に中原さんの行ってからすぐ逮捕されてるもんね、倉田さん。中原さん、お仕事なんだ？実は中原くんは情報屋なんですよ。情報屋？情報屋？ええ。必要な情報を集めて売る仕事という感じですかね。あ、そうなんだ。じゃあスパイってのもなんか、遠からずって感じだったのかな？危ない橋は渡っていますが、ギリギリ許容範囲内の犯罪未遂というやつですね。個人経営なのかな？個人でやってんのかな？そして、僕はその情報を警察や特攻に仲介する仕事をしてるんですよ。え、そうなの？尾崎さん、そういうこと？じゃあ。はい。お察しの通り、中原くんは倉田の情報を手に入れ、それで警察が動いた。というわけです。マジか。なるほどね。なんか、危険な感じしたけど、うん、そういう感じか。結構危ない仕事なのね。あの時、羊室できっと何か犯罪の証拠を探していたんだ。ああ、なるほど。そして、あの後も倉田さんの接触しようとしてたのは、情報を得るため。彼の職業、僕が勝手に教えたなんて知られたら怒られそうですけど、中原くんの名誉のためにも、君に教えておきました。ああ、ありがとうございます、大崎さん。でもなんかちょっと、なんか怖いな。この秘密をしてしまったことで消されそうだけど、大丈夫かな。中原さんはどこにいるんですか？それは僕も本当に知りません。マジか。ただ、今回の騒動が落ち着くまで姿を消す。そうだったんですか。彼、あなたにお礼も言わずに行ったでしょう。だから今日は僕が代わりにお礼に来ました。気にはしてくれてたんだね、中原さん。マジか、会いたかったな。お礼だなんてそんな。美男子大会については申し訳ないことをしましたね。資金援助は大丈夫ですか？いや、多分やばいっすね。そして美男子大会なんだね。美男子って言ってたけど、すいません、美男子みたいですね。はい、すいません。あ、それは店長が別のところにお願いに行っているようです。お店長、頑張ってな。さすがに犯罪で集めたお金を使うわけにはいきませんから、そうだよな。いい結果になることを祈っていますね。あ、ありがとう。ありがとうございます。それから、先ほど言いました中原くんからの伝言と、渡すよう頼まれたものですが。ほんと、なになに？何ですか？まずは伝言ですが、巻き込んで悪かった。夜道に気をつけろ。とのことです。え、どういうことよ？何？ちょっと怖いんですけど。どういうこと？はぁ。巻き込んで悪かったはわかるけれど、夜道に気をつけろって。どういうこと？おそらく、あなたが中原くんを屋敷に連れて行ったので、あなたも協力者だと思われてしまっている可能性がある。ちょっと待って、怖い。え？マジで狙われるんですか？ちょっと中原さん守ってよ。倉田の残党に狙われるかもしれないから気をつけろ。え、マジでやべえじゃねえか、それ。え？まあ、でも倉田の関係者を全て逮捕されたと聞いていますので、それは心配ないかと思いますよ。ああ、本当ですか？本当ですかね？ちょっと安心していいですかね？大丈夫か？彼も心配性ですね。ああ、心配してくれてるんだ。よかった。あと、こちらが頼まれたものです。何それは。気になるんだけど。報酬かな。尾崎さんは紙袋を取り出した。何ですか？さあ。金でしょ。僕も聞いていません。金でしょ。受け取って、恐る恐る開けてみる。え？なんだ？中に入っていたのは、護身用の小刀だった。マジか。これで自分の身守れってこと？夜道危ないから。マジかよ。これは、まあまあ女子に贈るものではないが。おそらくこれで身を守れという彼なりの気遣いなんでしょう。そうですよね。なるほどね。プレゼントのあれだね。センスはちょっとないのかな。中原さんらしいというか、なんというか。彼、こういう贈り物の感性ないですから。
でしょうね。多分真面目に考えてくれたんでしょうね。ありがとうございます。大事にします。もうこれでやってやりますよ。うん、夜道を襲われたら。嬉しいですか？どうよ。中原さんが考えて選んでくれたと思えば、嬉しいです。おっと！これはちょっと気になってんじゃないの？私の身を案じてこれを選んでくれたと思えば嬉しいと思う。ありがとうございます。え、ありがとう。え、こちらこそ。え？いえいえ。なんでもないですよ。ん？なんだなんだ？なんかまだ隠してんのかな？気になるね。もらった小刀は大事に家の居間に飾った。さすがに持ち歩くには荷が重い。ソータにも絶対に触らないようにと念を押しておいた。中原さんからの贈り物だ。大事にしよう。早く会えたらいいな。おっと、もうね、これも好きになったんじゃないのかな、ちょっと。会って、お礼を言いたい。それだけ。本当にそれだけ？本当？それだけのはずなのに、会える日が楽しみで、仕方なかった。おっと、やっぱり。まだあるぞ。終わりかと思ったら。巻き込んで悪かった。夜道に気をつけろ。お、これ中原さんの手紙。伝言か。会えるのか？尾崎さんから中原さんの伝言を聞いた日から数ヶ月後、おっと会えるのかよ、ついに。世間を賑わせた倉田さんの逮捕は、すっかり皆の話題の中から消えていた。お、これはいいんじゃない？もう姿消さなくて、中原さん。消えきて。けれど私の中ではずっともやもやとくすぶっている。原因は中原さんのことだ。数ヶ月経っているのに中原さんは一向に現れる気配がない。尾崎さんは時々来てくれるが中原さんの情報は得られないとのことだった。本当かな？姿を隠しているというがいつまでだろう。そもそもこの街に戻ってくるのかな？ちょっと会いたくてしょうがない感じね。もしかして倉田さんの関係者の人に襲われて、なんて悪いことまで考えてしまう。気がつけば中原さんのことばかりが頭の中を占めていた。さあ、来て来て。ダメダメ。邪念を払い、外の掃除のために表に出る。仕事に集中していれば、いろいろ考えなくても済む。この数ヶ月、そうやって過ごしてきた。よし。秋口になり、枯葉が水の前にたくさん舞ってくる。掃除の死骸があるというものだ。ガサガサと、ほうきで勢いよく吐いていく。でも、やっぱり、気になるな、中原さんのこと。って感じ？中原さん、何やってるんだろう？おっと、夢中じゃねえか、もう、これ。ついに、ほうきを動かす手が止まる。どうして、こんなに。考えてしまうんだろう。ただ、会って、お礼を言いたいだけ、いや、それだけじゃないでしょ、もう。それ以上のことはない。おかしいな。今日は全然仕事に集中できていない。ふとその時、
誰かの視線を感じた。お、お、来たぞ、ついに来た。振り返ってみると、そこには、来た、やっと会えた、中原さん。散々思い描いていた人物がそこに立っていた。中原さん？驚く私を尻目に、中原さんは冷静そのもの。温度差が、すごい。幽霊じゃないですよね。真っ昼間に、幽霊が出るのか？うん、本物だ。本物だ。そうですね。お元気でしたか？問題ない。そっか、よかった。私の方も何事もなく過ごせています。尾崎から聞いている。え、そうなんですか？あれ、行方知らないって言ってたのにね、ずっと。尾崎さんは連絡取れないって言ってたのに、マジね。尾崎さん？あったら言いたいことはたくさんあったのに、いざ本人を目の前にすると言葉が出てこない。あ、そうだ。小刀ありがとうございました。そうだ、私はこの数ヶ月、この言葉を言いたくて中原さんを待っていた。やっと本人にお礼を言えて、すっきりとした気分になる。何かあったら、目覚めが悪いからな。今は大事に、今に飾っています。逆かな、これ。しばらく横の町を離れていったって聞きましたけれど。あ、倉田の件で警察が関係者を洗っていて、うるさかったからな。もういいんですか？まあ、だいぶもう世間から忘れられたみたいね、倉田の話題は。あ、もう捜査は打ち切りになったからな。そうなんだね。お疲れした。お前のところには警察は来ていないだろうな。あ、はい。そこはちゃんと約束を守ったようだな。え？どういうこと？ん？警察に言ってくれたの？なんでもない。そっけない返事。少し合わないだけだったのに、不思議と懐かしくなる。見たところ以前と変わった様子もなく安心する。相変わらずの素っ気なさも健在だ。中原さんが戻ってきてくれて嬉しいです。思ったことを口に出したら、中原さんは顔をしかめた。あ、意味がわからん。え？俺はお前を散々巻き込んだ。そんな奴に会って何が嬉しいんだ。あー、結構罪悪感感じてくれてんのか。やっぱ優しいんだね。だから私は巻き込まれたとは思っていませんから。そもそも契約違反をした。ああ、まあ美談したいかいね。うん。契約違反？大会を潰して資金援助の話をなかったことにした。まあ、そっか、そうなるよね。あ、そういえば、本来は恨むべき相手だろう。ああ、でも別に、店長じゃないんで。ダメか。お前を利用しただけだ。そう言って私から視線を外す。じゃあ、大会を台無しにした。弁償してください。おっと、強気ネタな。なんだ、金か。あ、いいですか？違いますよ。違うんだ。コーヒーを飲みに来てください。おっと。何？ちょっとオシャレなこと言ってんな。週に一回はコーヒー飲みに来てください。なんだその条件は。会いたいってことですよ。中原さんが無事かどうか確認したいんです。ますます意味がわからん。まあ、乙女心よ、これが。だってまたどこか遠くに行っちゃうと困るじゃないですか。何が困る？常連さんが見えないと心配です。いつから俺は
ここの常連になった。え？あんなに来ていたのにですか？来ていたのは尾崎との取引のためだ。コーヒーに思い入れなど一切ない。え、マジですか？そうだったんですか。好きで来ていたなと思っていたので少し残念だ。だがその条件で借りが返せるならそうする。お、やった、来てくれるって。毎週本当ですか？ただ顔を見せるために飲みに来ればいいだけだろう。はい。変なやつだ。ありがとうございます。さて、お前に会ったし今日は帰る。あ、会いに来てくれたんだね、わざわざ。え、寄っていかないんですか？これから仕事の用がある。ああ、また仕事か。また危ないことすんのか。そうですか。もう少し話せるかと思っていたのに残念。またその顔をするな。聞いてるぞ。悲しそうな顔聞いてるぞ、中原さんに。頑張れ、泉。え？お前のその顔を見ると、無性にイライラする。おうおうおう、マジか。気になってんのかな、中原さんも。もしかして。すみません。私、どういう顔をして中原さんを見ていたんだろう。変な顔をしてましたか？俺には理解できない表情だ。中原さんは、ハートため息をついて私に向き直る。明日来てやる。だから、今すぐその顔はやめろ。お、優しいじゃん。本当ですか？明日は大崎と話もある。また利用させてもらうだけだ。リデビジ結構顔に出るタイプなんだね、素直に。はい。お待ちしております。中原さんは返事をせずに行ってしまった。約束ですよ。もう一度声をかける。すると面倒くさそうにこちらを向いて。お、笑ってくれたぞ。レアだ。その時初めて中原さんが自然と笑ったような気がした。演技ではなく、本当の中原さんの笑顔。その笑顔は私の中に強く焼き付いた。明日からまた中原さんに会える日々が戻ってきたと思うと、心が温かくなる。心に生まれたこの不思議な感情は、はい、ということで、これで中原雅恵ルート完結となります。いや、気になりますね。ちょっともっと見たいね、二人のことを。これからってとこでしたよね。これからちょっと、お互い、発展してて恋になるかなってとこだったんですけども。今回はここまでということで。いや、このね、いろはにほへと、世界観もね、セリフもね、綺麗ですね。文章も綺麗で。いいですね、この世界観。はい。でね、後日談っていうのもあるみたいなんで、またね、やっていきたいと思います。で、他のルートもね、またやっていきますんで、よかったらお付き合いください。では今回はこのあたりで終わります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお待ちしております。それでは、失礼いたします。